お姉様アップデートで新しい武器が追加されたね。今この手に持っているプライムシューターコラボのことだね。コラボということはサブとスペシャルウェポンが変わっているのですか？その通り、サブが9番ゴムになってスペシャルウェポンが今回新しく追加された。バブルランチャーになってるよ。へえ、スペシャルウェポンも増えたんだね。ってことで今回はこのプライムシューターコラボを誰が一番うまく使えるかやっていくよ。これがスペシャルウェポンなのですね。なんか泡が出てるね。どうやら1回で出せる泡の数は3つみたいだね。それでこの泡に敵さんが当たったらダメージになるのですか？当たってもダメージになるし、この泡打ったら割れるんだけど、割れて爆発したらかなりのダメージが入るね。かなりのダメージってあの的250も今食らったよ。まあ近くで爆発もらったらそっちだね。なるほど、面白いスペシャルウェポンですね。よし、それじゃあ早速やっていこうね。マップはガンガで野外音楽堂だね。味方さんにもプライムシューターコラボの方がいますね。まあこの武器の強さを私が見せてあげよう。試合スタートだよ。プライムシューターコラボはどのようなステータスなのでしょうか？安定した攻撃力に長い射程が特徴の武器だね。ただ連射力はかなり低い武器だよ。作戦は遠いところから一方的に撃てるだよ。敵さんを近づけさせないで戦うのですね。とはいっても近づかれちゃう時は必ずあるけどね。あ、敵さんがイカスピアを使ったね。狙い割られた瞬間、割れました。ここぞとばかりに撃っていくお姉様。あ、左に味方が倒したね。左側から泡が出てますね。あれ、こっちが撃ったらどうなるの？味方じゃないものが撃つとだんだん泡が小さくなって最後は消えるみたいだよ。それで苦戦を回避できるんですね。それじゃあ私も近づいていくよ。お姉様から泡が放たれていく。誰かに当たってくれるといいな。お嬢様正面に敵さんが。ここで倒すよ。さらに奥にいた敵さんも倒してダブルキル。一気に人数差をつけていきました。今が前に出る時だね。さらに泡が敵さんを邪魔していくね。敵さんからしたらかなり鬱陶しそうですね。近づいて爆発なんてしたら最悪だね。しかもプライムシューターだからかなり遠くからでも泡を打てるっていうのが強みなんだろうね。確かにそうだね。む、後方で敵の気配が。ローラーさんが来てますね。さあ止めることができるのか。それ以上は濡らせないよ。きっちり倒していきました。さらに敵さんが正面から。おっと、危なかった。ここもしっかり対処していきましたね。く、曲がってるのか。敵さんかなり強気に攻めてきてるね。そう簡単に中央は危ないよ。敵さん引いていきましたね。かなり攻撃してたからね。とりあえず絶対には成功したみたいだね。今の敵さんも逃げ切れなかったみたいです。あ、スペシャルウェポン溜まった。ダブリダブリダブリ。また変な掛け声作ったね。全然変じゃないんですけど。すごい、さすがお姉様、逆にすごい。逆にってなんだ、逆にって。な、ナイスキルですお嬢様。む、誰か倒してたか。まだ来るよ。姿は見えている。完全に捉えてましたね。残り試合時間半分で相手にはピンチマット。そこは私の距離。続けて敵さんを倒していきます。完全に中央こっちが取ってるから、敵さんはかなり厳しいだろうね。このままずっと押し込もうね。中盤ゴムといっと。お嬢様、右奥から敵さんが返り討ちだよ。本当に敵さんを近づけさせないね。まず相手の武器の射程にほとんど達してるからね。打ち合えるのは同じプライムシューターコラボくらいですかね。全く敵さんがこっちに近づけてないからかなり厳しそうだね。逆に近くに来られたらかなり危険だけどね。残り時間1分を切りました。完璧に押し込んでるね。ここまで敵が来ないから裏から来てるのかなと思ったけど、そのような気配はありませんね。じゃあ安心して前押しができるね。バブルランチャーを使うみたいだね。徹底的に敵さんの邪魔をしていくね。敵の希望を削り取る。かなり残酷ですね。まあね、勝負だから全力でやる。前に2人敵さんが見えてる。中盤ゴムかなりいい位置に行きましたね。飛んではくれなかったね。お姉様はこのまま睨み合いを続けるのかな。その前に敵さんが下に降りてきました。む、いい度胸だね。当然そこを狙い撃っていくお姉様。今の爆発耐えたか。生き延びてるみたいですね。ふん、じれったい降りて倒すって思ったけど、味方のチャージャーが倒したね。あ、お姉様上を取られて。そこは私の場所だよ。降りてきたところを倒していきましたね。しかしここから来たってことは裏回られたかな。そう考えていいだろうね。まだ裏から来る可能性があると。そう言ってる間に来たよ。お姉様が追っていくね。私の陣地を荒らした罪は重い。全員行って帰れると思わない方がいいよ。まずは接近してきた敵さんを切る。そこのローラーお前もダメだよ。ローラーさんも倒した。これで裏から来てた敵は殲滅できたかな。最後はバブリー。泡が敵さん陣地に飛んでいきます。そしてここでフィニッシュ。もはや結果を聞くまでもない。味方さん陣地は少し塗られてますが、これはそれを差し引いてもお姉様チームのインクが多いね。勝利、おめでとうございますお嬢様。敵さんの武器との相性もあって、かなり試合を有利に進められたね。それではリザルト画面です。プライムシューターコラボ強いね。お姉様にしては珍しく活躍してたね。いつも活躍してるし、次の試合に行きましょう。次はフランの番だよ。マップはマンタマリア号ですね。味方の武器構成は近距離が2人、遠距離2人、バランスがいいね。それでは試合スタートです。まずは全力で中央に行く。だんだん進んでいくね。この分だと一番早く中央にたどり着けそうですね。ここも登ってと。味方陣地塗ってないけどいいよ。多分大丈夫。そのまま高台に登っていきました。とりあえず上に敵さんの姿は見えないけど、下にはいっぱいいるみたいだね。あ、ブラスターの弾が見えてます。ってことは登ってきたか。じっくり待つフラン。ははは、顔出したね。敵さん2人にインクが当たります。いきなりダブルキルを取ったのはフラン。下のやつも。ここは味方さんが倒しましたね。これはいきなり大きなアドバンテージを取ったよ。このまま前に進んでいくよ。さらにここでバブルランチャーを使っていくみたいです。うまく全部敵さん陣地に飛んでいきそうだね。うざいこと間違いなしだね。ただチャージャーさんが見えてますね。あいつは泡にビビって逃げたね。まあ
引きたくなる気持ちもわかるよ。妹様はここに留まるみたいですね。チャージャーさんがいるからこれ以上はちょっと危険だね。ただこっちから進めばチャージャーさんの視界に入らない。確かにそうだね。妹様前方に敵さんが見えてます。む、ギリギリか。逃げられちゃったね。ちょっと当たりが浅かった。さっきまでいた敵のチャージャーさんが見えなくなりましたね。それなら今のうちにここら辺塗っちゃおうね。っていうか敵さん落ちしてるし、味方さんが随分前に行ってるみたいです。裏から倒しに行ったのかな。多分そうだね。敵さんにはピンチマークが出てます。やることないし吸盤ボム投げておこうね。陰湿だね。うるさいです。あ、やっと敵さんが見えた。そしてここは相打ちです。あれ、先に撃ってたつもりだったんだけど。ははは、ツエイム殴るよ。まあ、プライムシューター同士の打ち合いでしたね。こうやって対峙してみると長さがよくわかるね。次は負けないよ。その位置です妹様。敵のチャージャーが落ちてるね。それならジャンプできそうだね。妹様がスーパージャンプを使うみたいです。着地ちょうど中央だね。敵さんがいなくてよかった。左サイドに敵のラピッドブラスターさんが見えてますね。おっと危ない危ない。向こう側にいたみたいだね。だったらそのまま前に進んでくるはず。味方さんがやられてます。倒しちゃうよ。ピンチアーマーつけたけどギリギリかけたね。アーマーが剥がれかけだったね。まだ来てるみたいです妹様。休ませてくれそうにないね。な、こいつ上に一回下がるよ。とっさの判断で妹様下がります。よし、バトルランチャー。あ、ハイパープレッシャーが。今のは結構危なかった。いつまでもそこにいられると思うな。ナイスキルです妹様。ここは取り返したね。下も結構慣れちゃってるね。チャージャーさんも下にいますね。顔出したら一発バカンだよ。だけど行く。逆に倒せますかね。む、そこに一気だ。あ、やられるくらいなら自分で死ぬってやつだね。急ぎよい飛び込みでしたね。他の敵さん倒すからいいもん。だがここはフランの陰気が届いてない。フランにかに向けて撃ってたよ。もうちょっと上に向けて撃つべきだった。まあそういうこともありますよ。こっちは見落ちしちゃってるね。ですが味方さんもやり返してるみたいですよ。このインクの後は何？多分ハイパープレッシャーの後じゃないかな。貫通した後が残ってるって感じですね多分。なるほど。あ、敵陣営にまたピンチマークが出てるね。そんなに押してるんだ。だけど中央左サイドはかなり塗られてますね。ってことはかなり前に行ってそうだね。さてどうしようかな。右にチャージャーさんがいるね。ちょっと顔出しにくいですね。左には敵が2人いるよ。これ下に降りたらやられそうだね。囲まれてますね。あ、チャージャーさんが降りてる。今がチャンス。ノーマークのフランがチャージャーを倒す。スコープを見るのに夢中だったね。残り時間もうほとんどありません。上にいるフランを誰も止めに来ないね。それならそれで撃ち下ろすよ。スペシャルウェポンが溜まりましたね。あ、落ちちゃった。まあいいや、行ってこやわ。あ、敵。邪魔。泡邪魔。つつ、自分の撃った泡に射線遮られてる。くそ、泡に邪魔されるなんて。爆発も当たらなかったしね。くっそ腹立つ。まあ落ち着いてフラン。む、妹様こらえて。あ、勝ったねー。勝ったから殴らないでおこう。負けてたら。もうお姉様はここにはいないよ。勝ってよかった。今回のリザルト画面です。かもなく不可もなく。うるさいですよお姉様。それじゃあ最後の試合だ。マップは戻って頑張れ。野外音楽堂最後は昨夜がやるよ。頑張ります。こっちの方が遠距離よりだね。それじゃあ試合スタートだよ。お姉様と違って左サイドから行くみたいだね。と、特に意味はないんですけどね。まずは前に塗っていって、上から味方陣地を塗るみたいだね。味方さんもいますしこれくらいでいいでしょう。最初にここに来ると裏から来る敵さんが見えることがあるね。しかもこの武器射程長いから倒せるね。ただ今回は来なかったみたいです。というより全員で中央を取りに来てますね。もうすでに制圧されてそうだね。いきなり相手にやられちゃったね。ここから取り返すの結構難しそうだね。あ、中盤ボムが当たりました。運よくカーリングボムピッチャー止めれたね。泡も打っておきます。運は目暮らしが来てるし、まだ前に出れそうにないね。今はここで耐えてるしかないですね。これ以上前に進まれると厄介なことになるしね。雨が止んだので進みます。昨夜は決して下に降りる。後ろから撃たれてるね。距離を取ります。ここまで来たら当たらないね。問題はこの後どうするか。迷わず前に進んでいった。味方さんが一人倒してくれたみたいです。昨夜は北斎を狙っていく。倒します。であれ、なんかダブルキルになってるね。もう一人飛び込んできたのかな。多分巻き込まれた可能性が高いね。逃がさないです。あ、さらに敵を倒していったね。今の敵さん9番ボムで昨夜が止まると思ったんだろうね。9番ボムは爆発するまでの時間が長いからね。今の距離なら詰めても大丈夫だと思いました。そして一気にピンチになったのは敵チーム。嵐のような取り返しだったね。左側からいろいろ飛んできてますね。昨夜はどうするのか。倒しに行きます。もう姿が見えてるね。そこを狙い撃ち。さすがの射程です。敵はギリギリ逃げ切れなかったね。さらにそのまま進んでいくみたいだね。この早い時間にかなり攻めるね。いけそうだなと思いまして。昨夜って意外に強引だよね。確かに。あ、敵さん発見です。倒しました。このスプラッシュボムには当たらない。さすがに一旦引いたね。ここで残り時間半分を切るよ。敵さんはどこから来ますかね。じっくり待って敵が見えたとこを撃っていく。ただここは避けられちゃったね。後ろは大丈夫そうですね。ただインクがかなり少ないよ昨夜。あ、でも敵さんが。昨夜ここは撃って出る。ただやはりインクが足りなかった。北斎の近くにいるね。一旦バトルランチャーを使います。さあ泡が前方に放たれていく。当たってはくれそうにないね。左奥にいそうですね。敵さんが見えたね。ジャンプしてくる敵もいるみたい。まとめて倒させていただきます。あ、しかし後ろからさらに敵さんが来ていた。まあでも2人倒せたからいいんじゃない。もうちょっと後ろを警戒していればよかったです。だけど遺伝敵さんチームがピンチだよ。人数的にも勝ってそうだね。このまま前線に戻ります。残り時間1分を切ってかなり押している昨夜チーム。このまま勝つことはできるのか。このまま前
攻撃が勝ちに行きます。あ、前のキャッチャー落ちたね。一発当たって倒れたから相当味方さん削ってたんだろうね。味方さんの死は無駄にしません。そして中盤ごめんに直撃した敵がいるね。む、そこに敵さん、見えてます。これで3人倒したけど全員には倒せなかったね。お伝えさんにかなり接近されてしまいました。でも人数はかなり勝ってるはずだけど、多分味方が中央に集まってないね。あ、かなりばらけてるね。スーパージャンプを使います。できるだけ早く復帰したいからね。ジャッジです。かなり近くに敵さんいたね。さあ敵中央にピンチはなくなっている。今中央を取り返すことができるかな。あ、敵さん、そこにいましたか。サクヤが上から撃っていく。ただセンターを倒したね。よし、あとはここを塗るだけです。敵さんのキャッチマークが見えてるね。しかしこれは完全にはな。でも強引きにでもサクヤの願い中、残り時間が少ない中でやられてしまった。あ、あとは勝つように祈るしかないです。もう復活しても何もできないね。まあただ味方は結構落ちてるみたいだから安心して大丈夫だと思うよ。ここでフィニッシュ。どうなりましたかね。よかったね、サクヤ。これはどう見ても勝ちだね。よかったです。勝ちました。まあ敵のピンチマーク出てる時間が長かったしね。かなり差が開いた試合だったね。それじゃあサクヤのリザルト画面だよ。うわ、結構倒してたんだ。なかなかやるね。大したことないですよ。普段よりやるね。あん、どうでしたか。お二人ともプライムシューターコラボはかなり使いやすかったよ。新しいスペシャルウェポンのバブルランチャーも面白かったしね。なるほど、お二人とも息吹だったと。そうだよ。それじゃあ今回はこれで終わろうね。あ、そういえばどうかしましたお姉様。フェスが発表されてたなと思ってね。ということは次回は久しぶりの登場会だ。それでフェスの内容は、それはまた次回ね。今回はこれで終わり。じゃあね。一体何と何なんだろう。まあいいや、フランも帰ろう。バイバイ。それではご視聴ありがとうございました。